も谷町くんの任務を受けまして嵐山に来ました。丹山ホテルというところに、任務があるようなのでそちらに今向かってます。行きましょう。すごーこれなんて読むんだろう。暁の風、今日泊まるのは朝雪という部屋なんですけど、どこだろう。あ、ないの。これ本当なんて読むんだろう。こうくれる雨のお部屋と夜晴れ違いますね。これは朝雪ではないよね。これもう一個部屋ありました。あ、ここでした。朝雪うわすごい。ここなんかリビングですね。すごい。見て、掘りごたつ足中に入れられます。これすごいの。足元すっごいあったかいんですけど、ここねエアコンがついてて下から暖房がついてるので足元あったかです。すごい景色というかね、ちょっとした中庭っていうんですかねもあってめちゃくちゃいいですね。あとなんかこれなんか二層ガラスみたいで すぐそこね道路なんですけど全く音がしません。すごい騒音も全く聞こえません。過ごしやすそう。こっちは、あ、待って、キッチンある。ここうわもう全部揃ってるね。ちょっとした料理だったら全然できそう。すごーね、電子レンジもあるし、もう冷蔵庫も大きいしっかり入るね。全然簡易なキッチンじゃないかもちゃんと料理できます。やっぱこう今ちっちゃい子供がいるので、やっぱこういう簡易的な感じでもキッチンがあるとすごい重宝します。外は結構町屋って感じで、なんかどうなってんだろうなと思ってたんですけど、中はもうすごい近代的な、ちゃんとね施設が整ってるなっていう感じがします。これエアコンですかね。なんかこう見ても上にはないので多分全部ここなんですかね。ここの設定でこれできるみたいですね。この加湿器ねすごくいいなと思います。空気清浄機かな。空気清浄機に加湿もついててすごいちゃんとした設備になってます。あ、こっちトイレと、あ、洗濯機もあるし、ん、あ、ここはお風呂。すごい広い。見て、広い。ちょっと入ってみようかな。いいじゃん。足伸ばせる。いやーすごい。お、すごい外も見れるね。いいね、木のぬくもりとゆっくりできそう。ここがリビングなので寝るとこどこだろうと思ってたら階段ありますね。登っていったらあるのかな。すごい広いしょ。畳の匂いだと思ったらすごい畳の部屋。和室、ここに布団あるのかな。あ、いっぱいある。これ何人泊まれるんだろう。すごい和室って落ち着きますよね。え、ここで寝る感じかな。わあ、
ニングベッド、すごい、ベッドの部屋があるんだね。天井も高い、わー素敵。忘れてた私、任務見つけました。なんだろう、今回はダダーン、そちらが任務です。丹山旅館周辺で紅葉を鑑賞するルートを企画し、観光スポットで写真撮影をしてください。ほう、じゃあ紅葉を見に行きましょう。京都は雰囲気がいいからすごい心癒されるなと思います。あ、竹林が見えてきました。ちなみにここは、竹林の道といってすごい有名な場所なんですけど、ここ観光スポットとしてすごくいいので写真を撮ろうかなと思います。ということで写真は撮れたので、また次の場所行きましょう。これから商店街を歩いてみようかなと思います。わあ、美味しそうな御膳が。ここは天龍寺です。ちょっと行ってみましょう。京都の嵐山でとても有名な渡月橋、橋ですね、見に来ました。いい写真撮れました。広い、この川、桂川って言うんですけど、すごい広くて壮大な景色が見れます。すごい綺麗に紅葉色づいていて、船に乗りました。やった、すごい水面が近い。でなんかちゃんとね、スタッフさんが漕いでくれてます。わあ、船はですね、まあ、もちろん京都で乗るのは、あれ初めてかな、遊覧船みたいな、船には乗ったことありますけど、こうやってこう手漕ぎで、ね、まあ、スタッフさんが漕いでくれてますけど、こういうボートに乗るのは初めてかもしれない。わあすごい、なんか風情あっていいですね。屋形船です。屋形船っていいですよ、これね、屋根がある船のことを。嵐山の紅葉の景色が一望できる場所に来ました。うん、気持ちいい。
さっき近くでコーヒーを買ってきたんですけど、ほんとここを散策してて景色もいいし、このね水の流れる音とかすごい癒されながら散歩できるなっていう。と今日は、谷町くんの任務で、紅葉が見れるスポット、観光ルートを企画せよということだったので、今回って見てきましたけど、すごく楽しかったです。私自身もすごい楽しめたなと思います。最後にところどころでね写真を撮ってきたので皆さんで一緒に見てみようかなと思います。どうぞ。